と時間調整的な意味合いも含めていまして、もうすでに45分になってますので2、3分で簡単に終わりたいと思います。要はこの、パンフレットをお読みいただければいいんですが、このパンフレット今回のこの、セミナーのために特別に作ったものです。で、京大というところは非常に部局自治が強くって、各部局、学部学科、研究科、そして、いろんな研究所センターではいろんなことをやってるんですが、でそれぞれ の、パンフレットとかウェブサイトも結構充実したものがあるんですけれども、それに横糸を通すっていう、つまり京都大学全体ではどんなふうな教育サポートがあるのかっていうことがこれまでとても見づらかったんですね。それでこの、パンフレットは、教育サポートにどんなものがあるのかっていうことを、一目で見ていただけるようにという、そういう思いを持って作ったものです。ただここで取り上げているのは、教育サポートをやっているであろう、大体塾の、機構とか支援室とかセンターとかそういうもので、個々の研究科とかプログラム、研究科とか研究所とかいうところがやっているプログラムはここでは取り上げていません。で、最初のところに3ページのところにこんな時にはっていうのがありますので、何かお困りのことがあったらここをご覧になって、それに該当するところを読んでいただければありがたいです。実は私も京大の学部、それからドクターまで出て、その後助手になって今ここ のセンターにいるんですけども、結構京大歴は長い方なんですが、京大のこの教育サポートってどんどん増えてきてますし、それから、ニーズもどんどん変わってきていますので、知らなかったこともたくさんあります。で、例えば私自身がとても役に立っているものとしてちょっといくつか例をお示ししますと、10ページ図書館機構でやってらっしゃるサービスで、例えば1、2回生のゼミなどを持っているときに、彼らが情報検索とかいうことについてあまり知らないということがあります。で、そういうときにですね、図書館にお願いするとですね、個別の講習会を授業の中でも開いてくださいます。もちろん図書館全体でもその研修はやってらっしゃるんですけども、そういうふうな出前みたいなこともしてくださいます。それから先ほど森木校長の方からお話があったことなんですけども、13ページのところに、一番最後のところですけども、 AAO というのが書いてあります。これも、最近できた新しいサービスなんですが、皆さん教員になられると、中国本土からたくさん留学したい、研究生になりたいっていう依頼のメールが届きます。で、かつてはそれに個別に対応しないといけなかったのでとても大変だったんですが、今は国際交流推進機構、その国際交流センターの方でですね、この AAO オフィスというのを作って、その連絡をしてきた人がどの程度の、能力を持っているのかということが分かるように、出願手続きをちゃんと間に入ってやってくださいます。これは非常に助かるサービスです。その他いろいろ、ここに書いてあります。今日この後、私の授業という事例についてお話ししていただいて、その次にセッション後というところで、グループワークをやるんですが、そこのところでキャリアサポートについてもお話しいただきます。17、18のところ、多くの大学では学生向けのキャリアサポートをよくやってますけども、京大みたいに、大学院生が多いところでは、修士博士課程の学生のサポートもやっています。そういうふうにですね、よくよく見ていただくといろんなヒントが詰まっていますので、ぜひご活用ください。で、多分全学の教員全体に配るほどは印刷できてないので、今日はこれは儲け物だと思ってお持ち帰りいただければと思います。どうもありがとうございます。